ただいまより第1回、東電福島第一原発作業員の長期健康管理等に関する検討会を開催いたします。本日は大変お忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。はじめに本検討会は、前議事カメラ撮影を認めさせていただきますが、議事進行の妨げとならないよう、指定の場所から撮影いただきますよう、報道関係者の皆様へ、事務局よりお願い申し上げます。また、本検討会の委員として、放射線影響研究所の児玉先生に就任いただいておりますが、本日欠席とのことでご連絡をいただいております。それでは、検討会の開催にあたり、まず厚生労働省安全衛生部長土屋よりご挨拶を申し上げます。失礼いたします。安全衛生部長の土屋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は大変お忙しい中、また年の瀬のこの時期にお集まりをいただきまして、誠に恐縮でございます。どうもありがとうございます。開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。本検討会、ご参集いただいた趣旨でございますけれども、ご案内のとおり、東電福島第一原発におきましては、平成23年の3月14日から12月16日まで、緊急作業被曝限度、これを100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げてきた経緯がございます。この間、通常の被曝限度である5年間、100ミリシーベルト、これを超えることになりました方が174人に上っておりまして、またそのうちの6人の方は、250シーベルトを超えるという状況になったということがございます。厚生労働省では、これらの緊急作業従事者の方々に対する長期健康管理のために、厚生労働大臣が指針を定めまして、被曝線量に応じたがん検診等の実施を事業者に求めるとともに、離職後は国がこれを実施するということでやってまいったところでございます。この検討会では、事故から3年9ヶ月が経過をしたということを踏まえまして、今申し上げました大臣指針に定めている検診項目の妥当性のレビューを行っていただきますとともに、100ミリシーベルトを超えた方々に対して今後どのような線量管理を行うべきかということなどにつきまして、ご検討いただきたいというふうに考えております。この検討会、今後月1回のペースでご議論をいただき、できましたらば来年5月中には報告書を取りまとめていただければというふうに考えております。その結果を私ども行政政策に反映してまいりたいというふうに考えております。今申し上げましたように大変タイトなスケジュールの中でご議論いただくわけでございますが、大変恐縮でございますけれども、この検討会での自由闊達なご議論をお願いをしたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。なお土屋部長におきましては、他の公務のために途中で退席をさせていただきます。次に出席者をご紹介させていただきます。資料の1の2ページ目でございますが、参集者名簿がございますが、この名簿の順に紹介をさせていただきます。独立行政法人放射線医学総合研究所理事の明石誠委員でございます。公益財団法人原子力安全研究協会放射線影響研究所長の杉浦信之委員でございます。よろしくお願いします。大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座環境医学教授の祖父江智孝委員でございます。祖父江です。よろしくお願いします。東京医療保険大学東ヶ丘看護学部教授の伴信彦委員でございます。よろしくお願いします。東京大学名誉教授、そして認定特定非営利活動法人災害人道医療支援会理事長の前川和彦委員でございます。よろしくお願いします。公益社団法人日本医師会常任理事の道永真理委員でございます。よろしくお願いします。産業医科大学産業生態科学研究所産業医実務研修センター長の森浩二委員でございます。森です。よろしくお願いします。そしてオブザーバーといたしまして、原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制科課長の佐藤行様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。で、本検討会には座長こととなってございます。事務局といたしましては、事業上の健康管理を担当する産業医学の専門家である産業医科大学の森委員に本検討会の座長をお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。それでは今後の議事進行につきましては、森座長にお願いいたします。
それでは皆さんよろしくお願いいたします。大変僭越でございますが、ご指名ですので、今回検討会の座長をさせていただきたいと思います。今回はすでに100ミリシーベルトを超えた被爆をされた方への対応とともに、今後の、いざという時のためのさまざまな準備、その他非常にたくさんのですね、議論をしていただく形になりますので、ぜひ円滑な議事の進行にご協力いただければと思います。それでは、本日の議事に入る前に、事務局の方から資料の説明確認をお願いいたしたいと思います。はい、それでは資料の確認をさせていただきます。まず1枚目が次第でございまして、これを2枚めくっていただきますと、下の方にページ数がございますけれども、その1ページ目に資料1というのがございます。それから3ページ目が資料2ということでございます。それから5ページ目に資料3でございます。で、7ページが資料4-1でございます。それから13ページが資料4-2でございます。続きまして19ページ、資料5ということでございます。それから25ページでございますが、資料6でございます。それから27ページ、資料7でございます。それから31ページ、資料8でございます。それから37ページが資料9-1でございます。それから45ページでございますが、資料9-2でございます。それから53ページでございますが、資料9-3でございます。それから61ページでございますが、資料10でございます。それから63ページが資料11でございます。それから69ページが資料12でございます。73ページが資料13でございます。それから75ページが資料14でございます。それから79ページでございますが、資料15でございます。それから81ページが資料16、83ページが資料17でございます。それから87ページですね、87ページが資料18でございます。それから89ページが資料19でございます。それから93ページが資料20でございます。で、これがずっと続きまして、113ページが資料21でございます。それから117ページが資料22でございます。それから119ページがちょっと見にくいですが、資料23でございます。それから121ページが資料24でございます。以上でございます。資料の不足等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、本日の議題に入りたいと思います。まず本検討会の進め方について事務局の方からご説明ください。はい、それでは資料の1と2につきましてご説明させていただきます。1ページでございますが、開催要項でございます。趣旨といたしましては、東京電力福島第一原子力発電所にの緊急作業従事者に関しまして、離職後も含めた長期的な健康管理を行うというところでございますが、その中で特に通常の5年間の被爆限度である100ミリシーベルトを超えた方に対する線量管理の方法について検討が行う必要があると、こういったことに関しまして検討会を開催するということでございます。で、検討項目でございますけれども、括弧1でございますが、離職も含めた長期的な健康管理のあり方、括弧2でございますが、100ミリシーベルトを超えた方々に対する線量管理、それから括弧3がより一般的に緊急作業従事期間中の健康管理のあり方、括弧4がその他ということでございます。で、3ページ目でございます。資料2でございます。専門家検討会の進め方ということで、事務局の方で案を載せてございます。で、日程といたしましては、第1回が本日でございますけれども、現状の把握と論点提示、それから論点に関するフリーディスカッション、で、第2回は1月の15日を予定してございますが、第1回出ました質問等への回答と論点ごとの検討、で、第3回が2月の20日でございますが、報告書の骨子案を提示いたしまして、それに対してご検討いただくと、で、第4回はその第3回の議論を踏まえまして、報告書の原案というのを提示いたしまして、それに対してご議論いただくと、
それから第5回でございますが、第4回の議論を踏まえまして、報告書案のについてさらにご検討いただくということになります。でもう一つ、予備日ということで、5月中にもう一回必要がないかどうか、予備を一応日程を確保しようというふうに考えてございますが、報告書の公表につきましては、可能であれば5月中にお願いをしたいと、事務局としては考えているところでございます。以上でございます。ありがとうございました。今ご説明いただきました本検討会の進め方そのものについて何かご意見とご質問ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは次に本日の議題に入りたいと思います。今回は第1回目ということもありますので委員の皆様と現状を共有するということを主な目的と考えております。資料の最後に121ページからでございますけれども資料の24がありましてここに大きく6つの論点を示して今回の検討会で順番に議論していこうという形になっております。その6つの論点について本日はそれぞれ資料が用意されております。今回はこの資料をですねそれぞれの方に担当の方に説明いただきますけれども資料が非常に多いということもありましてすべてやった後に質問というのはなかなか内容が分からなくなってしまいますのでブロックごとにですねこちらで指定させていただきながら説明をいただいてそのブロックまとめて質問をいただくという形で進めていきたいと思います。また今日委員の方にもですねそれぞれ事務局以外でも説明をいただきますけれども大変量が多いということもありますのでぜひ時間厳守ということだけお願いしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。それでは論点1、健康診断と離職後も含めた長期的な健康管理のあり方に関しまして資料3から7が相当しますけども事務局からご説明をお願いいたします。15分以内でお願いいたします。はい、それでは事務局からご説明をさせていただきます。まず5ページ目の資料3でございます。これは現時点におきまして東京電力福島第一原発でにおける被爆の状況というものを示しているものでございます。表の1が23年3月11日からの累計の線量でございますけれども、実人員で 39,190 人の方が従事を本年の10月までで、されておられます。でその中で、100ミリシーベルトを超えた方は174人でそのうち250ミリシーベルトを超えた方が6人ということでございまして最大の被爆線量は678ミリシーベルトでございます。それから表の2が平成26年度の作業員の累積線量でございましてこちらにつきましては10月末現在で 16,360 人の方が従事されておられまして最高の被爆線量としては 39.85 ということでございます。で50ミリシーベルトを超える方はおられないという状況でございます。続きまして資料 4-1 をご説明させていただきます。これは東京電力福島第一原子力発電所におきます緊急作業者の方々の長期健康管理のために作成された指針でございまして平成23年の10月に作られたものでございます。目的といたしましては緊急作業期間中に通常の放射線業務の被爆上限を超える線量被爆方々につきまして、がん等の万発性の健康障害の発生の懸念があることと、健康上の不安の解消ということを目的といたしました適切な長期健康管理を実施するということを趣旨にしてございます。内容につきましては第2の2の方にございますがまずがん検診等の実施ということでございますが括弧1にございますように50ミリシーベルトを超えて100ミリシーベルト以下の方につきましては次のページでございますが再撃鏡顕微鏡による白内障による検査それから括弧2でございますが緊急被爆線量が100ミリシーベルトを超える方につきましてはこの表にございますように甲状腺の検査胃がん検査肺がん検査検診大腸検診を実施しているというところでございます。3番の保健指導でございますがこのがん検査等の結果を総合的に考慮した保健指導を実施するということでございます。また括弧2に書いてございますようにメンタルヘルスケアを含めた健康相談につきましても十分に実施をしていくということでございます。で第3にございますのは厚生労働省が実施しているデータベースの整備でございますけれどもこれにつきましては健康診断結果、それから委員にありますように、線量等の管理実施状況報告というのを法令により求めまして、それを厚生労働省に設置しておりますデータベースにおきまして、一元的に管理をしてございます。
で、このデータベースに登録された旨を称する書面、まあ、これはあの登録書と言っておりますけれども、これを全員に送付してございます。で次のページ10ページでございますが、10ページの括弧4でございますが、150ミリシーベルトを超えた方々につきましては、あの手帳というものを交付してございまして、そこにですね、被曝線量と健康診断結果の主要な記載が盛り込まれていて、それを一覧で見れるようにしているというところでございます。それから第4でございますが、第4の1で、国が行っている事項ということでございますが、国といたしましては、第4の1に書いてございますように、がん検診等の受診を勧奨する通知を行っていること、それから2でございますが、国による保健指導の窓口を開いて、健康相談または保健指導を行ってございます。それから3番で、国の援助ということでございますが、まず3の R でございますけれども、現に職員についていない方、離職された方につきましては、先ほど申し上げました検査に関する費用の全部または一部の援助を国が行うということでございます。そういった支援を行っているということでございます。で続きまして、資料13ページでございます。資料4の2でございますが、この長期健康管理の実施状況でございます。まず1番で登録証の発行状況でございますけれども、緊急作業従事者19673人中19338人、98.3% の方に登録証を送付済みでございます。でこれを送付できていない方につきましては、引き続き住所等の確認を実施しているところでございます。それから50ミリシーベルトを超えた方々に配布いたします手帳でございますが、これは基本的には申請によるということでございますので、全員の方に申請の勧奨を行ってございまして、現在その特定50ミリシーベルトを超えた方904人のうち781人の方に手帳を発行済みでございます。それから3番14ページでございますが、平成24年10月から平成25年9月までの間に行われました健康診断の実施調査の結果でございますが、まず特殊検診、これは電離則に基づく血液検査等でございますが、これにつきましては対象者数7325人につきまして 92.7% の実施状況でございます。で一般検診につきましては同じ対象者数のうち 91.9% ということでございます。これがにつきましては線量が把握されている方、2回以上ですね、被爆線量の報告があったという方を集計してございますが、必ずしもですね、連続して働く従事されていないことも含まれてございますので、100% にはなっていないという状況でございます。それから括弧2でございますが、これはいただきましたその健康診断の結果を、データベースに登録している状況でございます。こちらにつきましては平成26年の6月にですね、督促等を行った関係で若干遅れておりまして、登録状況は大体 77%、71% ということでございますが、これにつきましては順次登録をしているところでございます。それから4番の指針に基づくがん検診等の状況でございます。でまず表の3というのが15ページにございますけれども、これがいわゆる現職の方ですね、現職の方について事業者の方が実施するものにつきましては、白内障の目の検査が777人中 67.4% の実施率、がん検診につきましては154人中 96.8% の実施率でございます。で表の5でございますが、これは離職者ですね、すでに離職をされていまして、国による援助を行っている方々につきましては、白内障の検査が166人中 40.4%、がん検診につきましては20人中 45.0% の実施率というところでございます。続きまして、19ページ、資料5でございます。これは福島県内において、放射線業務に従事している方の健康診断の実施状況でございます。で19ページ3番のところをちょっと見ていただきたいと思いますけれども、まず電離健康診断というのはございます。でこちらには有所見率というのを報告いただく形になってございます。この有所見率と申しますのは、所見欄にですね、何らかの例えば要精密検査のそういった医師の所見が記載されているということでございまして、判断基準は 95% の方が含まれるようになってございますので、5% 程度は出てくるのが自然というようなものでございますが、でこれにつきましては有所見率につきまして、
全国平均で 7.32%、 福島県で 7.66 で、富岡労働基準監督署、これはあの東京電力の第一、福島第一と福島第二原発を所管している署でございますが 5.84% でございます。でこれはあの平成震災前の平成22年と比較いたしますと、それぞれ上昇してございます。またあの平成24年と比較いたしましても若干上昇しているというところでございます。それからの除染の検診、これも行っておりますけれども、これにつきましても平成24年と比較いたしますと上昇をしてございます。で、E でございますが、各検査項目でございますが、もう最も高いものは白血球数で有症検率が 2.8% ということでございます。これにつきましても上昇しているところでございます。で、括弧2でございますが、被爆実効線量につきましては平成25年の5ミリシーベルトを超える割合でございますけれども、これが 19.9%、 それから除染検診では 0.7% でございます。これはそれぞれ平成24年と比較いたしまして被爆線量につきましては減少してございます。で、それから推定の返金の加重計算で、被爆線量を比較いたしましたところ、電離放射線、つまりいわゆる原発の中で働かれている方の平均荷重が 5.27、 それから除染の方が 2.59 ということで、原発の中の方が2倍ほど高いという状況でございます。で、それからちょっと21ページの4番の考察の方に飛ばさせていただきます。我々の関心事項としてどうしても放射線の健康影響があるのではないかというところが気になるところでございますが、まず平成22年と平成24年の報告を比較いたしましたところ、富岡労働基準監督署管内のうちの 70% の事業所が入れ替わっておりますので、単純な比較はできないということと、当然のことながら年齢構成でありますとか禁煙飲酒そういったものの起用歴の情報もないということですので、これで直接の比較はできる状況ではございません。で、それから先ほど申し上げました被爆線量に関しましては、原子力発電所の従業者の方の方が約2倍線量は高いわけでございますが、健康診断の有症検率につきましては除染電離則の方が高いということになってございますので、線量とは逆相関の形になってございまして、こういったことからも放射線被爆と有症検率上昇の関係というのは明らかではないということでございます。またそれぞれの有症検率で一番高いものは 4% 白血球100分率でございますけれども、これももともとその 95%、 つまり 5% の外れ値があるということを前提にしております健康診断のそもそも考え方から見てですね、特段の異常ではないというふうに考えてはございます。ただ、さりながらですね、放射線による健康影響の評価は行う必要があるというふうに考えてございまして、平成26年度後半からですね、疫学的研究を実施しております。それにつきましては次の資料でご説明をさせていただきます。次は25ページの資料6でございます。これは平成27年の6月に発表されました疫学的研究の在り方に関する専門家検討会の報告書の概要でございます。で、これに基づきまして今後疫学研究を実施するということでございます。2で調査対象集団でございますけれども、緊急作業従事者約2万人全員を調査対象集団といたしまして、生涯にわたってそれをトラックするということでございます。で、研究対象3番の研究対象とする健康影響およびその把握ということでございますが、これにつきましては各種のがんと白血病等を把握するということでございますが、一点の健康診断に加えましてがん登録制度、人口動態調査による死因調査、こういったものを組み合わせて調査を行うということでございます。また4番にございますように、累積被爆線量の把握も同時に行うということでございます。5番でございますが、行楽要因と申しますのは、これはそれぞれの健康影響と被爆両方にですね、影響するようなものにつきましての影響を排除するということでございますが、これにつきましても調査を行って、そういったもののコントロールを図るということでございます。それから研究体制でございますが、研究全体を統括管理する統括研究機関を指定して研究を実施するということになってございますが、これは本年の公募でですね、放射線影響研究所がですね、実施したいということで決定をしてございまして、平成26年度に2000人の予備調査を行うべく現在準備中でございます。私からの説明は以上でございます。それでは私の方から資料7に基づきましてストレスチェックにつきましてご説明したいと思います。
本年6月に公布されました改正労働安全衛生法によりまして、来年12月1日、27年12月1日から、ストレスチェックの制度が、事業者の方に義務付けられるということになってございます。この制度の目的でございますけれども、一時予防を主な目的とすると、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止ということになります。このストレスチェックを行いまして、その結果に基づきまして労働者自身のストレスへの気づきを促す、あるいは、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるというようなことが目的となっております。改正の内容としまして、ストレスチェックを実施するということが、事業者の義務となったということでございます。ただ労働者数50人未満の事業場につきましては当分の間努力義務ということになってございます。それから、この結果につきましては非常に機微な情報でもございますので、本人の同意なく事業者の方に提供されるということは禁止されるということでございます。それから、先ほど一時予防と申し上げましたけれども、高ストレスだとストレスが高いというような労働者が申し出があった場合は事業者として医師による面接指導を実施するということが義務となりますし、それを理由とする不利益な取り扱いというのが禁止されるという制度になってございます。で、この医師による面接指導の結果に基づいて、事業者として必要に応じまして就業上の措置を講じるということになってございます。こういう改正内容につきまして、今回、検討会で検討しました報告書がですね、今月17日に取りまとまりましたので、その内容が次のページ、28ページ、29ページに載せてございます。この中でですね、実は先ほど申し上げましたストレス原因となる職場環境の改善につなげるという部分がございます。この部分によりにつきまして28ページ目の下の方ですけれども、ストレスチェックを改善につなげるために集団的な分析の実施、それから分析結果に基づく職場環境の改善というものを事業者の努力義務とするということで、これにつきましては省令の方でですね、こういった努力義務を課すということを規定するということを予定しておるところでございます。ストレスチェックにつきましては以上でございます。はい、ありがとうございました。また後で今事務局からの説明についてはご質問の時間を取りたいと思います。次に最近の主な放射線疫学研究についてまとめていただいておりますので、資料89に基づきまして祖父江委員からお願いしたいと思います。15分以内でお願いいたします。はい、大阪大学の祖父江です。資料8はですね、昨年度 の研究班で研究作業者の方々に対して行った甲状腺の検査に関する研究班の報告です。で、これ、東電の方でですね、暴露群としてその下の図ですけれども、甲状腺の透過線量100ミリを超えるような人たちが、1972におられた人たちに対しての甲状腺検査を行うということで、それに対応する、線量の低い人、約2000人に対して同様の検査を行って、超音波検査の結果を比較するというような研究を、計画し、実行したということです。で、次のページにめくっていただくと、研究の方法としては、超音波の甲状腺超音波検査の方法としては、主に、おおむね、福島で、お子さんに対してやっている甲状腺検査と同じ判定基準で ABC というものです。で、結果として2000人の約1972人の対象者の方々に対して、検診を行おうとしたのですけれども、受診された方は結局627人、受診率は 31.8% と。で、対象者2000人を集めようとしましたけれども1437人と、合計2064人の方に対して甲状腺検査を行ったという結果です。で、暴露群、対象群それぞれその検診の結果としては、陽性圏となる二次検査推奨 B のところの割合が暴露群で 10.7%、 対象群で 9.5% と、若干暴露群で多いですけれども、あまり差はないということです。で、ですね、それを年齢別に見たのが下の図ですけれども、この
B となる判断をされる方々は、まあ、やっぱり年齢依存で、年齢によってですね、高齢になるほど増えていくと、非常にきれいな感じになっています。で、まあ、研究班の中で、線量 の、 その再評価というものを行って、まあ、直接、その用度131が実測されている人が、まあ、AB、それからそうでないセシウムから、まあ、推定したようなことを CD と。ということで、まあ、全て評価し直して、で、まあ、AB の方、あるいは、まあ、あの緊急作業に従事していないの内部被曝の恐れがない方、これが Not Applicable、シャープのところですね、それの人たち、そのデータを、まあ、用いて、その後の集計をしています。で、結果、まあ、線量との A1、A2、B、C との判定の結果が、ですね、まあ、A2 となった人の割合が、結果の2番目ですけれども、線量の高い群で高い傾向があったということですけれども、まあ、B、C に関しては特に、有意差はなかったということです。ただ、あのでそれで、次のページ、裏返っていただくと、これを、まあシストとノドゥルの方と結節の別に見ると、特に、まあ、シストの方でその傾向が強いということがありました。ただ、まあ、結果はですね、中間報告としては、対象者のバイアスとか、あるいは被曝線量の推計に伴う不確かさなどがあるので、まあ、本研究から観察された結果のみで結論を導くことが危険であると。特に、暴露群においてですね、我々が行った甲状腺検査以前に、甲状腺検査を行って、受診率を受診されてた人の割合がですね、暴露群で 56.9%、 対象群では 5.6%、 この結果をきちんと把握した上で解析しないとやや危険であるということで、今後、まあ、これをこう把握をする努力をするということが必要だということです。それから、まあ、もちろんその今回の結果は精密検査の結果を、把握しているわけではなくですね、甲状腺がんの発見率というのがまだ比較できていません。ですから、まあ、それをきちんと収集して、今後解析をするということは重要であるというようなことでありました。これが、まあ、研究班の、あの報告です。で、資料 9-1 がです、これが小玉先生、本来出席されて、まあ、説明されるところ、まあ、私、ちょっと代役ということでさせていただきます。で、9-1 がですね、主に、原爆被爆者コホートの結果です。それから9-2がそれ以外の、ものの研究結果を、まあ、できるだけレビューしましたと。で、9-2 の方はですね、私が自分であったというよりは、法医研の吉永先生に手伝っていただいたということです。で、9-1の方から説明しますと、まあ、主にがん白血病に関しては、まあ、従来の、まあ、追跡を延長してですね、まあ、解析をさらに細かく行ったということですけれども、まあ、がん白血病ということですけれども、第一報 の、 その小澤先生の中に、がん以外の疾患の死亡の解析もしています。まあ、そういう中で、循環器、呼吸器、消化器でのリスクが増加したがというような記述もありますけれども、まあ、これはまだ他の研究等々を含めて、検討する必要があるというようなことでありました。次の裏 の、まあ、図を見ていただくとですね、まあ、臓器ごとに、過剰リスクが、まあ、それぞれ異なっているということもありますけれども、まあ、おおむねこう、増えているというような感じであります。それから2方目が、まあ、甲状腺がん、まあ、これについても過剰相対リスクが 1.28 ということですけれども、まあ、それから被爆時年齢が低いほどリスクが高いと、まあ、従来言われていたことを、まあ、さらに確認しているということだと思います。それから皮膚がんですね、次が。それから、ページめくっていただいて、尿路上皮のがんのリスク、それから肝がんのリスク、こういったものは、まあ、行楽要因をきちんと制御した上でもリスクが出ているというようなことを確認している研究だと思います。それから6本目が白血病リンパ腫、それから7本目が異形成骨髄異形成症候群です、ね、MDS に関するリスクと、まあ、こういったものが新しく報告されています。
で、まあ、本県、本県の、原爆被爆者候補等の方で、がん以外の疾患の放射線との関係ということが、割と、まあ、トピック性のあるところとして報告されていますけれども、第8方面として、慢性腎疾患の死亡、それから第9方面として、慢性腎臓病と。まあ、こういったところが放射線と関係があるのかどうかというところで、まあ、その研究作業者の人たちに対するその検診の項目を考える際に、まあこういうことがちょっと問題になってくるのではないかということですね。腎機能等 の、 その検査が必要ではないかということが検討されるべきだと思います。10本目が脳卒中ですね。まあ、こういったがん以外の疾患に関する放射線との影響ということが、まあ、検討されているということです。だから白の9の2の方いきますと、まあ、きちんと全てを網羅できていないというところがあるんですけれども、まあ、第一種の報告としては原子力施設の作業者ということで、第1本目はドイツの原子力施設作業者です。第2本目がカナダの原子力施設作業者、第3本目はフランス、第4が日本のものです。これは放射線影響協会ですかね、がやっているものです。それから第5本目がフランスのウラン加工施設作業者、第6本目がアメリカ、第7本目がフランスの原子力施設と、で8、9といきますけれども、まあ、これも従来から行われている、まあ、線量との関係を詳細に検討したものを、まあ、蓄積しているということだと思います。でむしろその今回の緊急作業者に関して、試験としてもうちょっと注目すべきがですね、チェルノブイリのやっぱり緊急作業者、事故処理作業者の方々の、報告だと思いますけれども、まあ、それが、まあ、9の3としてあります。で C1、C2 それぞれありますけれども、まあ、チェルノブイリ事故作業者全体としての報告と、それから、まあ、エストニアとか、まあ、バルティック三国、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアというそれぞれのところから、まあ、報告があるというものがあります。でおおむねですね、がんに関しては、まあ、上がるというような感じの報告なんですけれども、肥がんの報告ですね、特に C1、とか、どれ出したかな、まあ、C1 なんかは肥がんの疾患として、まあ、甲状腺の良性疾患、それから自傷だとか、あるいはアルコールに関連するような疾患、こういったものの過剰リスクですね、が認められたとか、あるいは、まあ、がんの中でもやっぱり甲状腺ですね、C の2については、まあ、甲状腺のリスクが全体として上がっているとか、あるいは C の6でしたか、ケースコントロールスタディを行って、まあ、これはきちんとその、ヨード131の内部被曝を、評価した上での、まあ、因果関係といいますか、相関を見ていて、まあ、過剰リスクが 0.38 となっているとか、まあ、そういうような報告もあります。それから、あとは、まあ、がんの罹患率が、C の3、C の4、まあ、それぞれ、増えているというところですね。それから C の5に関しては、これは、まあ、ケースコントロールスタディでリューケミアを見たと。それから B セルリンフォーマーですかね、を見たのは C の8と。で、まあ、やはりチェルノブイリ のがん以外に関して その疾患のリスクが増えているというようなところをちょっと注目してですね、まあ、検診の項目に関して検討するというようなことも必要かと思います。あと、まあ、やっぱりその生活習慣といいますか、放射線以外のですね、やっぱり、健康影響というのが大きいようで、アルコール関連の疾患が増えているですとか、メンタルのところが、まあ、問題になっているとか、まあ、そういったところもやっぱり、注目して、検討すべきかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございました。とても簡潔にまとめていただきました。ここまででですね、論点1の資料整理が終わりました。で、論点1は先ほどの121ページのあります、検討のポイントという、まあ、項目が両括弧3に A から A まであるわけでありますけれども、まあ、これと照らし合わせてですね、今ご説明をいただいた資料の、
9までで何かご質問ございましたらお願いいたします。はい、前川先生お願いします。ちょっと教えていただきたいんですが、前川でございます。資料8のですね、そこで100ミリシーベルトで切られてるんですけど、対象群もこれも同じ緊急作業者ですよね。対象群、はい、対象群で、はい、そうですよね。あ、100ミリで切っていると。100ミリ切ってて、はい、それで100ミリ超えてる人は暴露群で、100ミリシーベルト以下が対象群っていうのは、この両方とも暴露群ですよね。あ、これですね、東電の方で、とりあえず100ミリという境で対象者を設定して、それ以下のところも含めるということでの対象群です。で、結局再評価、線量の再評価をして、この暴露と対象という区別はなくしてですね、線量だけで区別をして比較をするということを後の解析ではしています。いや、一般的には対象群というときには、セックスマッチ、エイジマッチとの、その非暴露群というのを取るのは、と思うんですが、対象というと全く何も暴露されてないという理解をしてしまったので、あれおかしいなと思ったんですけど、そうじゃないんですね。そこで100で切ったというだけですよね。低線量群といった方がいいかもしれません。低線量群と高線量群ですね。ちょっと追加でご説明させていただきますが、この対象群はですね、緊急作業従事者はほとんど基本的にはおられなくてですね、東京電力およびその一部の協力企業の一般的な放射線業務従事者という形で選んでございます。で、同じ作業をしている人を選ぶということを優先しましたので、どうしても被爆はゼロにはならなかったという形でございます。はい、はい、赤瀬お願いします。今のその対象群は、今回の作業に従事していないということになると、被爆はほとんど外部被爆だというふうに。そうです、はい、外部被爆は基本的にない方々です。はい、はい、どうぞ。原爆の、被爆者の調査で、気学で非がん疾患で、私がの知識では非常に線量との対応関係、反応がはっきりとしていなかったり、もう少し線量が高いところに、かなり線量が高いところに差があるというふうな理解をしていたんですが、やはりそういうことでよろしいでしょうか。あまり私もきちんとした知識ないですけれども、従来割と高線量のところでの影響というのを注目していたのを、非がんの疾患に関しても低線量で今検討されつつあるというような感じの流れだと思うんですけれども、万世様がありますか。原爆の調査に関しては、その死亡診断書を、に頼っている LSS の、研究と、あと実際に、臨床的に検査をしてやっている AHS というのがありますけれども、LSS の場合どうしてもその5分類とかですね、そういったものが出てくるということが指摘されていて、で実際に心血管影響のリスクが上がっているとする研究でも心筋梗塞では増えていなくて、いわゆる心不全が増えていたりとか、そういった指摘がありますし、それから、確かここには出てないですけれども、最近の論文で、呼吸器疾患に関してもやはりそういった診断上のそのあやといいますか、そういったものの影響を受けているのではないかという指摘はあります。他にいかがでしょうか。今の肥がんの影響なんですけど、放射線そのものの影響と、先ほど言ったアルコールも含めた、生活習慣も含めてストレス関連も含めてのそれ以外のものっていうのは、疫学調査では結構区別されてこう整理されてるんでしょう。いや、LSS とかですとなかなか生活習慣の情報がないので、それはちょっと限られた調整になっていると思います。で、むしろ、原子力発電所の従事者に関してもあまり生活習慣に関する情報があるものは少ないですね。ですから、その職種ですとか、いわゆるソシオエコノミックステータスで調整するというところに限られていて、具体的な喫煙、飲酒、生活習慣というところまで踏み込んで調整しているものはおそらく少ないと思います。ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ続いてですね、論点2および3の資料のご説明に移りたいと思います。論点2は、ページでと123ページ、論点3は124ページでありますけれども、緊急作業従事期間中の健康管理のあり方および緊急作業中の原子力施設内の医療体制確保のあり方というところがテーマになります。それでは事務局の方からまずお願いいたします。はい、それでは61ページの資料10につきましてご説明をさせていただきます。この資料10はですね、実際に第一原発の事故の際に安全法の66条第4項に基づきまして、福島労働局長がですね、東京電力に対しまして臨時健康診断を指示した内容の一覧でございます。時系列で並べてございますが、まず平成23年の3月の16日に第1回目の指示をしてございます。でこの時は対象者といたしましては、緊急作業がそれほど長くなるということを前提にしておりませんでしたので、緊急作業終了した後の方に健康診断をするという発想でございます。で検査項目につきましても、自覚高く、それから赤血球、白血球、血液の検査、それから皮膚の検査という、いわゆる特殊健康診断の項目をですね、実施するということでございまして、で検査の頻度でございますが、対象5の1、2、3、5、7、14、21、28日目でやってくださいというような指示だったわけでございます。でこれがですね、4月10日でございますが、まず検査対象の項目の中に体重測定を付け加えてございます。これは全身状態の指標として付け加えるべきだということで入れてございます。それから検査の日程につきましては、2、3、5のそれ日目につきましては医師の判断で省略できるという形、緩和措置を入れたというのが4月10日でございます。それから4月25日でございますが、この頃になるとどうも緊急作業がそんなに簡単に終わらないということが分かってまいりまして、まず緊急作業に従事している方も1ヶ月経ったらまず必ず検診を受けなさいというような形の対象者の追加をしてございます。で検査項目につきましては、基本的に同じでございますが、白血球、赤血球につきましては2回目以降の検査を省略できるという省略規定を入れてございます。で検査の日程につきましては、まず出ていった方につきましては速やかに1回実施して、その後は1ヶ月に1回でいいと、先ほどの指示がありました 1,2,3,5,7 と、そういったものを細かいものは不要であるというふうにここで修正してございます。それから従事期間中の場合は月に1回原則としてやってくださいということでございます。でこれはもう作業の長期化に伴うものでございます。それから7月26日、これはまず一月を超えてというところの解釈は明確でなかったということで、断続的に働かれる方につきましては実稼働日数20日以内、20日で一月とカウントしてくださいと解釈を示したものでございます。それから8月の5日でございます。でこちらはですね、検査日程の関係で若干の変更をしてございまして、緊急作業期間中は月に1回、それから退所してからは3ヶ月の間は1ヶ月に1回やってくださいというのを付け加えたということと、あとは原則従事期間中は原則として歴日の月1回ということでございますが、断続的に従事する場合は20日以上働いた段階でやってくれと、そういった明確な指示に変更したものでございます。それから23年の12月16日ですが、これが250ミリシーベルトの特例処理を廃止した日でございますので、原則として、そこで250ミリシーベル、100ミリシーベルトを超える被曝は今後発生しないという大前提の下で、通達を整理してございまして、100ミリシーベルトが限に超えた方につきましては、退所後3ヶ月までの間、健康診断をやってくださいと。ということ、それから平成24年3月4月30日までの緊急作業に従事する者と、これはいわゆる経過措置がございましたので、一部の方につきましては50ミリシーベルトを適用しておりましたので、その方に対する対応を取ったということでございます。それが5月1日、これは経過措置の終了でございますので、原則としてフォローアップの3ヶ月を経た上で、この一連の措置を終了したという一連の流れでございます。説明以上でございます。はい、ありがとうございました。続きまして、資料の11につきまして前川委員からご説明をお願いします。
私が与えられました課題が急性放射線障害の事例と検査に関する医学的指針ということでございまして、まず最初に JCO 事故での、急性障害、それからチェルノブイリの急性障害、それから最後にはその、急性放射線障害に関する検査に対してどんな医学的指針があるかということについてお話申し上げます。JCO 事故は、これは事故の内容は皆さんもご存知だと思いますので割愛させていただきますが、まず線量評価、これは臨床的にこの急性障害ですから、まず一番大切なのが線量評価でございます。線量評価はその目的はまず第一に治療方針の決定、それからまたトリアージといってそのたくさん傷病者が出た場合にどこの医療機関に搬送するかということを決定する、その基本となるものですが、これは基本的にはこの JCU の3名の高線量被曝の患者さんは詳細な線量評価はこれは放射線医学総合研究所で行われました。実はこういう個人線量評価を本当に正しくやるっていうところは残念ながら放射線医学総合研究所が唯一でありますので、JCU 事故の時にはそこで線量評価を行いました。その内容についてはまた後で申し上げますけれども、こういう、いろんな形での線量評価の方法、何もがご存じと思いますけど、自己被曝というのはその、均一な被曝ではなくて不均等被曝というのは特徴でございますので、その線量、自己線量を出すのは非常に難しいところがあります。で、3名の方々の線量は、そこに書いてある通りのものでございました。で、3名の方々が発症されたものは、これは一般に急性放射線症候群、ARS と略してますけれども、と称される症候群です。で、これは一般には前駆期、つまり 前駆症状が発現する時期、それから潜伏期、症状がなくなる時期、それから発症期、つまり症状が出る時期、それから回復するか、あるいは死亡するかというふうに、この大きく4つに分けられておるんですが、その最初に出てくるのは前駆症状といいまして、だいたい全身に高線量率で1グレー以上の被曝があると、この急性放射線症候群を発症すると言われています。つまりある一定量の細胞死が起こって、ある臓器の形態学的な変化、あるいは機能不全が起こると、臨床的に観察できるということでございますので、ある程度の被曝線量が必要であるということであります。で、前駆症状の中はというのは、この A さんという方、一番線量率の高かった、被曝線量が高かった人は、被曝直後に一過性の意識症喪失、それから被曝10分後に嘔吐、被曝70分後に下痢をしました。で、この前駆症状の発現時期と、被曝後のですね、発現時期はと、それから被曝線量というのはかなり相関するということで、この前駆症状の発現時期を、臨床医の線量計というふうに称することもあります。それから、B さんは30分後に落としたと、それぞれ非常に高い線量である、被曝線量であることはここから分かると思います。それから急性障害ですけれども、 A さんにおいては唾液腺障害、唾液腺が比較的放射線感受性高いものですから、被曝線量とは相関しないんですが、3者とも、この3方とも血清中のアミラーゼという、唾液腺から出る分解酵素ですけど、それが上がりました。それから血液透過性の亢進、それから骨髄障害、これも今ご存じと思いますけど、放射線障害の一番大きなテーマとしては骨髄障害がございますが、 A さんでは非常に早く骨髄障害が起こって、この方には妹さんを提供者とする小血幹細胞移植を行いました。静着しましたけど、その後大量出血、大量輸血、それから血球動脈症候群、つまり白血球がどんどん赤血球が壊されてしまうというような状態になって、再び骨髄不全に陥っています。皮膚障害というのはもうほぼこの方についてはほぼ全身に広がる皮膚障害がありまして、後で出てきますけれども、被曝線量に応じて変化しますので、早い大体流れとしては後半、それから
書いてますけど、主張、落雪、水泡形成、氷着衣、それから完成しというふうになるんですけれども、それはまさに線量依存性に、時間依存性に変化をするしました。から召喚障害というのは、大体、実験的にも動物実験なんかでは大量の放線量被曝では下痢が非常に重篤になって、そのために敗血症で死ぬということが、実験的には言われているんですけれども、この方では26日頃から大量の下痢が始まり、それから今度は消化管出血がありまして、とうとうこれは止血不能でございました。 B さんにおいても骨髄障害、皮膚障害が起こりました。 C さんは最も被爆線量が低かったんですが、骨髄障害だけが観察されて、高中級、つまり白血球が被爆後21日目に最低値になりましたけれども、 GCSF という、サイトカインというものですけれども、これを投与することによって、自己機能を回復いたしました。この方、確定的影響の、急性障害ではないんですが、急性期の時期に起こる白内障が2002年に頃から症状が始まりまして、2002年、被爆後3年の8月に両側の白内障の手術を受けていられます。でチェルノブイリでは報告されているものでは、特にいわゆるリクエディーターという方の、どうだったかということの、急性障害の報告はほとんど見られないんですけれども、急性オンサイトで数日間現場で働かれた方1000人と言われてますけど、その人たちの中で今お話したような急性放射線障害は237名当初疑われまして、キエフの病院、それからモスクワの、軍病院に収容されましたが、最終的には134例が、これは国連のアンスクエアでも最終的にレトロスペクティブに確認したのは134例というふうにございました。このうち28例が事故後4ヶ月以内に亡くなりましたけれども、他に2例が被爆と関係なく、下敷きになったりして外傷により、事故直後に亡くなっていらっしゃいます。で特に大きな問題だったのは、この被爆形式では抗線量の全身の被爆と、ベータ線熱傷、これは消防士の人たちが帰り水、つまり火を消した帰り水を浴びて、防水の保護衣ではなかったものですから、着衣にそのベータ線エミッターが、ベータ線各種がですね、付着をして、それでベータ線熱傷というものを起こしたということが非常に問題になりました。初めて臨床の現場でベータ線熱傷が話題になったのはチェルノブイリ事故でございました。で、骨髄障害も前例に見られまして、骨髄移植は、アメリカから行った専門家がやったんですが、あまり成功しなかったようであります。で内容はちょっと死亡の内容なんかは述べられてありませんけれども、骨髄移植が13例、胎児の幹細胞移植が6例行われました。それから、ということで、ベータ熱傷が非常に多く見られて、これが亡くなった死因の原因の一つでもあって、その急性放射性症候群の重症度とそのベータ線熱傷の範囲とは相関したということが報告されております。それからで、そのいわゆるリクエデーター、除染周辺地域で除染処理作業を含む復旧作業に従事した人たちおよび一般講習における急性障害というのは報告は見られません。さて急性放射線障害に関する検査でございますが、実際医学的な指針というほどのものはないと思いますけれども、これから述べるのはもう急性放射線障害の診断のための極めてコモンセンスでございます。目的はさっき申しましたように被爆線量の推定、もちろんこの急性放射線障害ばっかりではありませんで、同時に、外傷だとか、あるいは内因性疾患を合併されていることもありますので、そういうことも診断しなくちゃいけない。それから現場から適切な医療機関へ搬送し治療する必要がありますので、それをトリアージと言いますが、それの根拠となるためにこの初検査をいたします。で先ほど来述べられていますように、血球検査 CBC って一般に申しますけれども、被爆直後から最初の24時間は4時間ないし8時間ごと、その後は12時間ないし24時間ごとにやって、今ここに先ほども述べられておりますように白血球分割なんかは特にやる必要がある。特に
リンパ球というのは最も血球成分の中で放射性感受性が高いものですから、これが早くから減少するということが言われておりまして、リンパ球数の減衰と、被曝線量との相関があるということはもう常に知られていることでございますので、これも必ずやる必要があります。それからあとは血液性化学と申しますけれども、これは合併疾患、例えば外傷を受けているとか、あるいは内因性疾患、心筋梗塞を起こしているという時にはどうしてもこういう検査が必要になってまいります。それから先申しましたように、被曝を受けしますと、唾液腺が非常に感染性が高いということから、血清アミラーシが上昇しますので、血液性化学を必ず取る、血液型は当然であります。それから万が一にも抗線量被曝で骨髄不全が起こりますと、血液に幹細胞移植というものを行うことがありますので、HLA という、これは免疫適合試験でございますけれども、このための採血をする必要があります。それから染色体、これもいわゆる被曝線量評価のゴールドスタンダードになっているのは、今もって染色体の異常分析でありますので、そういうこともそのために血液を取る必要があります。それと放射線による臓器障害のマーカーとして、フリッド・リガンド、フリッド・リガンドというのは、これは血液が分化していくのを支配するものでございますけれども、その血液濃度を測ることによってどれぐらい、骨髄の造血機能が残っているかということが判断できるとか、あるいは血小のストレルンチ、これも小腸粘膜の障害の指標ということで、これを調べた方がいいということは最近言われています。またサイトカイン IL6 とか CRP というのは、これはいわゆる炎症に伴って上昇するものですが、被曝線量と相関するということで、これも取っておいた方がいいだろうということ。それから尿便では、尿一般検査で審査、それから内部被曝を疑われる場合には、バイオアッセンのために尿もためる、便もためるということが必要になってまいります。それから先ほど申しましたように、前駆症状、一般には吐き気、嘔吐、下痢、頭痛、発熱、それから一過性便秘障害、あるいは唾液腺の失調等を前駆症状というんですけれども、これは一時期現れて48時間後には大体亡くなることが普通なんですが、それが現れる時期と被曝線量、つまり被曝線量が高ければ高いほど前駆症状は早く現れると一般に言われておりますので、こういうものを、よく聴取して、被曝線量を推計する。それから、合併損傷による症状、全身理学所見、皮膚の後半、先ほども来出てますが、抗線量被曝ですと、最初に出るのはですね、皮膚後半ぐらいですので、想像するような皮膚がただれるとか、皮膚がむけてくるというようなことは直後にはありませんので、せいぜい後半ですので、これ最初に皮膚障害の兆候として捉える必要があります。その他補助診断法として、いろいろな放射線を含むいろんな検査をやっておくということが推奨されます。これらが常識的に今、急性放射線障害を診断をし、線量評価につなげるという意味での、医学的なコモンセンスだと思います。はい、ありがとうございました。続きまして、資料12について杉浦委員よりご説明をお願いいたします。5分程度でお願いします。はい、今前川先生の方からの2番のチルノブイリのところでご説明があった内容とほぼ一緒でございます。このアンスケアの2008年報告書の、日本語訳が放射線医学総合研究所の訳によって出されているものの関連部分の抜粋です。2008年報告書の付属書の D にチェルノブイリの事故からの放射線による健康影響とありまして、その中の49項から53項に今前川先生の方からご説明があったようなことの本文があり、1枚めくっていただきますと、その付録の C というところに少し細かいデータが載っておりますので、ご参考いただければと思います。私からはここについては以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、資料の13ですね、明石委員よりご説明をお願いいたします。健康管理を行っていく上で、急性障害どんな、項目が必要か、どんな内容かということを考えると、なかなか論文いいのは出てこなかったんですが、いくつか少し関連できるかなと思うのを拾ってました。その1というところに書いてあるのは、先ほどから出ている放射線の急性障害、皮膚障害代表的なものなんですが、
これは実際被爆をされた方 の側の因子としてこういう病気を持っている、こういう薬を飲んでると、飲んでいない場合、こういう病気を持っていない場合よりも皮膚障害がひどく出るという、つまり感受性を高くしている因子と考えられている。これはあんまりこういうことを言う論文がないんですが、ちょっとこういうことが書かれています。例えば膠原病があるとかアレルギーがあるとか、代表的なものはこの AT はもう言うまでもないんですが、その他に例えば肥満の人と肥満でない人と の皮膚障害の比較なんていうのも出ていて、こういう因子も皮膚の障害に関係がある。薬もこういう薬剤を投与されている患者では、投与されてない場合よりも放射線の影響が皮膚に出やすいといったものもありました。でこれはおそらく問診とかでこういう項目を拾うかどうかということの参考にでもなればと思って、こういう内容を記載させていただきました。それから2は部位による感受性の違いっていうのは、これは当たり前のことなんですが、例えば足の裏であるとか手のひらであるとか、皮膚によっても放射線の影響が出る感受性というのは違っているというところも考慮する必要があるということです。それから次の論文なんですが、真ん中に書いてあるの、これはどこにでも書いてある皮膚障害に効くということなんですが、先ほど前川先生のご紹介の中にもありますが、例えば後半というのを見ていくときには、初期後半といって被爆をしてからほんの数時間の間に出る、ただこの初期後半というのは数時間以降からは消えてしまいます。こういう急性症状でいうと前駆症状みたいなものが皮膚障害にもあって、その後いわゆる新生後半というものが出てくるんだという、こういうのが皮膚障害の特徴であるということがあります。で論文によって多少この域値とそれから発症の時間とか違っています。これは当然のことなんですが、ほとんどの事故が実はガンマ線を使った事故が多いということと、ただ事故っていうのはどの事故も同じものではない、同じものがないということもあって、多少の差、それから幅があるんだということで、ICRP の103なんかではかなり幅の取った数字を持って域値というふうに考えています。基本的に感受性、それから放射線の被曝、例えばコバルトであるのかイリジウムであるのかというのでも必ずしも同じわけではありませんので、被曝というのはこういう考え方で見ていくんだという参考になるかなと思って出しました。それから一番最後はこれ、被曝によって起きる脱毛であります。で放射線被曝によって、7グレーとか8グレー、ガンマ線で7グレー8グレーでは永久脱毛というふうに書かれている、この真ん中に書いてある論文もそうなんですが、実はそうでない方もいらっしゃるんですね。ですからこの辺はどう評価するのかっていうのはかなり難しくなってくると思います。一方でこの脱毛の原因っていうふうに書かれているところでは、これは確かにこの論文を見てみますと、こういう病気でいわゆるもう美満性に脱毛が起きているという例が紹介されています。やはりここも放射線に起きている脱毛なのか、そうでない病気に起きているのかの鑑別診断に必要ではないかと思って参考にさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。ここまでですね、どうぞ説明させていただきます。はい、資料14はですね、今までご説明いただきました、急性障害等が発生した場合に、原子力施設内において一体どのような医療体制を確保するのかという課題につきまして、現状の原子力防災計画、そういったものにつきまして、どういった記載になっているかというところで、ご説明をさせていただきます。75ページでございますけれども、まず原子力基本計画というのがございまして、その中に原子力災害対策編という中がございまして、でそこ の救助・救急活動というところでございます、かなり詳しく書いてございます、下線引いたところですが、原子力事業者に基本的に被爆医療体制、行える体制を整備しておくということを求めているわけでございますが、今回の 1F の事故ではですね、現実問題として医療スタッフの確保できなかったと、東京電力においてできなかったと、で厚生労働省等がですね、産業医科大学でございますとか、労災病院の医師を斡旋派遣したという経緯がございますので、それを踏まえまして、医療機関、それが関係省庁との連携をちゃんとすることと、ちょっと二重河川引いてございますけれども、緊急医療に精通した医師とのネットワークを活用した医療事業者の派遣、または受け入れについて緊密な連携を維持するということで、一定の、
支援をするということが盛り込まれてございます。それから防災関係者というのは、これ主に消防、警察、自衛隊ということになると思いますけれども、こういったものに関する放射線防護に関する基準というのもあらかじめ定めるということになってございます。それから防災の訓練でございますが、ここに計画に出てきますのは、ここに書いてございますように、住民の参加を考慮してということでございますので、オンサイトのことについての、力点はあまりないということでございます。で、括弧4にございますのが、研修でございますけれども、まず原子力規制委員会が行うのは、医療機関に対する研修であると。で、防災要員及び協力会社の社員にとっては、原子力事業者の責任において研修を行うということになってございます。それから76ページの原子力災害対策マニュアルというものでございますが、これは下部規定になっているわけでございますが、7の括弧2の丸1に、放射線被曝医療に関する医療チームの派遣ということでございますが、これも住民の避難等を実施する可能性が高い場合に、地方自治体がですね、チームの派遣を要請するということでございまして、でその下の方の丸1の下の方にございますけれども、現地医療班の指示する派遣先において医療活動を行うということになってございます。で、現時点の解釈ではですね、原子力施設の中にこの被爆チームを派遣されることは想定されていないということでございます。それから次の77ページの ③ のローマ数字の2でございますが、被爆患者等の搬送に関しましては、原子力事業者から要請があった場合については一定の支援をすると、それから緊急被爆医療に関する指導助言につきましても、原子力事業者から申し出があった場合は適切な指導助言を行うという程度にとどまってございます。それから最後のページ78ページ括弧4でございますが、事業場内につきましては、まず現地医療班が厚生労働省と連携した上でですね、被爆管理等の適切な指導実施を原子力事業者に指導すると、それから現地医療班がですね、原子力事業者では単独では原子力事業所内の緊急被爆医療を行うことが困難になる場合につきましては、被爆患者の応急措置を行う医療従事者の派遣または斡旋に協力するということにはなってございます。ただ、こういったことが円滑に実施できるような体制というのは今後、必要になってくるということでございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは、今、ご説明ありました4.23 に関わる資料10から14につきまして、ご質問がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。ちょっと私の方から今施設内のですね、緊急被爆医療について、事業者ができない場合のこう支援の話が少しありましたけれども、実際に中でですね、今回の原発の中も安全衛生の問題っていうのはかなり重要なテーマにだったと思うんですが、医療はもちろんのことですね、それについては今のところ何の取り決めもないですか、通常の事業者責任という範囲内でやるっていうことになってるんでしょうか。はい、この防災基本計画は原子力にかかる部分で書いてございますので、特段の記載は現時点ではございません。やらなくていいということではございませんが、記載はございません。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、じゃあ次ぐらいまで。資料の10、61ページの実際に健康診断を緊急作業が進む中で、初めはその、終わってからということでやられていて、その4月25日からこれは、長期化するので超えちゃった人については健康診断を実施したということですけど、その時に1,2,3,5,7 というこういう細かい日数を区切ってされたというところだと思うんですけども、何が言いたいかというと、後ろの検討の論点のところで、どの頻度で健康診断をその長期化した作業の時にするかということで、健康診断をやると人手が取られちゃうわけですよね、健康診断のために。そこの兼ね合いというのが今後の検討で非常に大事なのかな。もちろん作業者の方の健康といいますか安全確保というのは重要なことだと思いますけど、一方で緊急事態ですから作業は進めなければいけないという観点があるのではないかと思います。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。それではよろしければ次の論点4および論点5、通常被爆限度を超えたものにかかる中長期的な線量管理のあり方と、緊急作業従事期間中の被爆線量管理のあり方について、
はじめに事務局より説明、資料について説明をお願いしたいと思います。はい、それではまず79ページの資料15というものでございます。これが福島第一原発でですね、どのような形で緊急被爆援助が適用されたかという時系列の表でございます。まず左側の23年の3月14日にまず特例省令を制定いたしまして、同原発におけます緊急作業期間に作業に限ってですね、250ミリシーベルトに緊急被爆援助を引き上げたということでございます。でその後11月1日でございますけれども、新しく11月以降に新しく緊急作業を従事される方につきましては、原則としてもう100ミリシーベルトに引き下げるということをやってございます。ただトラブル対応にあたってもし必要がある場合につきましては250ミリシーベルト適用する、そういった形で11月の1日に一時一部の引き下げをしてございます。それから12月16日がステップ2の完了でございますので、これは原子炉の長期安定が確保されたということでございますので、緊急性は基本的にはなくなったという解釈に基づきまして、原則として通常被爆限度を適用するという形でやってございます。ただ差は去りながらですね、原子炉冷却放射性物質の抑制設備の機能の維持のための作業というのは引き続き必要で、一部において必要であったということでございまして、この方につきましてはすべて東京電力の社員でございますけれども、現在も100ミリシーベルトの適用を受けている方は500人ほどおられます。それから適用の経過措置といたしまして、平成24年の4月30日までに限りまして、250ミリシーベルトを適用した時期がございますが、これにつきましては5月1日で完全に廃止になっているということでございます。で次のページでございますが、81ページでございます。資料16でございますが、これは23年の4月28日に発出されました行政指導の文書でございますが、緊急作業により被爆した線量と通常の被爆線量の合算をどのようにするかということについて整理した通達でございます。で1につきの1というところでございますが、まず被爆線量が100ミリシーベルトを超えなかった方、超えなかった方につきましては、緊急作業の被爆線量と通常作業の被爆線量を合算して上で5年間で100ミリシーベルトを超えないような措置をしてくださいということになってございます。これは裏を返しますと、年50ミリシーベルトを超えていいということを言ってございます。それが2でございますが、これは100ミリシーベルトを超えてしまった方ですね、緊急作業において超えてしまった方につきましては、残り5年間につきましては基本的に放射線業務に従事し、させないように指導するということを示した通達でございます。それからちょっと飛ばしますが、資料の22というのが117ページにございます。でこれは緊急作業が一体そもそもどういう緊急作業があったのかというところでございますけれども、冷却による、118ページにございますが、注水による冷却作業、それから汚染水処理作業、水素爆発の防止を作業の防ぐための作業、こういった作業につきましては現在でも100ミリシーベルトを適用しているということでございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。続きまして、資料17、18につきまして番委員よりお願いします。10分程度でお願いします。はい、まず資料17ですけれども、作業者 その緊急時被爆に関して ICRP が何を、どういうことを言っているかというのをそのパブリケーションの中から抜き出してまいりました。でまず83ページが一番新しい主勧告であるパブリケーション103、いわゆる2007年勧告ですけれども、そこで最初に書いてあるのはその187項で、胎児を守るためにですね、妊娠を申告したあるいは授乳中であることを申告した女性は、こういった緊急時作業に従事させるべきではないということが書いてあります。でそれから247項にありますけれども、その最初のアンダーラインのところですが、情報を知らされて、要はその危険性を知らされて、すでに被爆している個人がその自ら志願して人命救助活動に参加するか、あるいは破滅的な状況を防ぐことを試みている、緊急時被爆状況の場合には線量限度は適用されないということです。でただしその中ほどの、アンダーラインのところにありますが、
緊急時被爆状況であっても、その後期段階である程度状況がコントロールできるようになってきた場合には、まあ、通常の食用被爆の防護基準に従うようにということが書いてあります。で、一番下のアンダーラインは先ほどの187項の繰り返しになります。で、あと表8という中に参考レベル、その緊急時被爆状況における食用被爆の参考レベルがまとめてあります。で、これは参考レベルですので限度ではありません。これを超えてはいけないという意味合いではなくて、結局その、まあ、これから何かをしよう、何かをさせようというときに、そのオペレーションの計画をするわけですけれども、その計画をするときに予測される線量がこれを超えないように、もしこういうレベルを超えるのならばそれを超えないように、十分なコントロールをした上で行いなさいということです。で、実際に、まあ、何かこういったオペレーションをした結果ですね、そこに書かれている線量を超えたような場合にはそれは臨機応変に対処するということになります。で、救命活動に関してはこれはもう線量制限がないということ。で、救命活動以外の緊急な救助活動については1000または500ミリシーベルトというふうになっています。で、この500ミリシーベルトというのはちょうど出てきますけれども、パブリケーション60、1990年勧告で出てきている数字です。で、1000の方は、パブリケーション96というのがありますけれども、これはテロのようなですね、悪意を持って行われたそういう汚染などに対するパブリケーションです。で、その中で1000という数字が出てきています。で、そういった緊急性のない他の救助活動に関しては100ミリシーベルト以下の参考レベルを設定するようにということになっています。で、続きまして84ページですけれども、パブリケーション103には本当にこれぐらいにしか書いていないので、もうちょっと細かいことが書いているものがないかということで過去のものに目を通しますと、パブリケーション75というのがあります。で、これは基本勧告がパブリケーション60の時代に作られたものではありますけれども、現在も基本的なところはこれが生きていると考えて問題ないと思います。で、その60項にありますように、事故や緊急事態の際には線量が線量限度を超えることがあるということです。で、そしてちょっと飛ばしまして、ですね、62項にありますけれども、事故の結果としてかなりの被爆があったが、関連する機関の全線量が該当する線量限度を超えていない作業者のその後の管理にも考慮を払う必要がある。これは61項のところでもうその限度を超えてしまったものに対しての措置が書いてあるんですけれども、62項のところでは超えていなくてもそういった考慮を払う必要があるということが書いてあります。で、そして62項で一番下のそのアンダーラインなんですけれども、柔軟にやりなさいよということが書いてあります。杓子定規にですね、その通常時の線量限度の中にとにかく収めるように収めるようにということを考えるのではなくて、状況に応じて柔軟な対応すべきであるということを述べています。で、148項のアンダーラインですけれども、緊急時に受けた線量のために電離放射線を扱う作業におけるその作業者の将来の雇用が妨げられるべきではないということがありまして、つまりその放射線の影響リスクに関する考察は重要なんですけれども、そこにこだわる場合、こだわるあまりにですね、作業者のその雇用機会を奪うようなことがあってはならないということが書いてあります。で、次のページに行きまして、これはパブリケーション60ですので、一世代前の基本勧告になりますけれども、1990年勧告というやつですね。で、ここにも225項のところで、緊急時のそういった線量というのは、作業者の線量というのは平常の線量とは区別して扱われるべきであるということが書いてあります。で、それでやはりここにも書いてあることは、ただ一旦ある程度状況が落ち着いたならば、たとえ緊急事態であろうとも通常の食用被曝の一部として線量の管理を行いなさいということが書いてあります。で、161項162項はちょっと緊急時とは変わるんですけれども、そもそもその線量限度の、まあ、なぜこういう数字になっているのかという一つの根拠を示しています。で、ICRP はこの1990年勧告の中で、線量限度っていうのはその作業者にとっての、リスクがですね、トレラブルとアンアクセプタブルの境界に置くのだということを言っていて、
で、その数字が162項にありますように、まあ、全就労期間中に受ける総実効線量として、まあ、約1シーベルトというこういう線を出してきています。で、以上のこの ICRP の勧告から読み取れることはですね、線量限度というのはあくまで平常時にその職業の一部として受けるリスク、それが不当に高くならないようにという線を定めたものであって、それを超えたから必ず影響が出るとかそういうことではないと。だから事故にあたってはそこのところは柔軟に対応するようにということが一つのメッセージです。で、それと一部健康サーベイランスとかですね、医療的なことも書いてあるんですけれども、そういった医療的な介入に関してはいわゆる確定的影響、組織反応が重要になるということで、それがどういう影響が考えられるかという観点から、対応するようにということです。で、その観点から一つ、重要になってくるのが次の資料18なんですけれども、資料18はですね、 ICRP が最近その確定的影響、組織反応に関する指揮線量を全面的に見直しをしています。で、それがパブリケーション118という形で出ておりますけれども、そのパブリケーション118の最初のパートを占めているこのステートメントがあります。で、このステートメントの中で、英語なんですけれども、その括弧2の一番下のところにありますが、目の水晶体に関しては、すなわち白内障の色域線量、これが従来より低いと考えられると。で、現在では 0.5 グレイと考えられるという、こういう数字を ICRP は出してきています。で、それから、次のページの、括弧4のところですけれども、非常に不確かさは残るんだけれども、循環器疾患に関してですね、色域線量が、具体的には心臓と脳に対して 0.5 グレイぐらいであるかもしれないということを述べています。ですから白内障に関しては従来色域線量が 1.5 グレイとかそれぐらいの数字でしたけれども、これが 0.5 グレイという線が出てきた。で、循環器疾患に関しては、放射線治療患者なんかで出るということは分かっておりましたけれども、1グレイを下回るような線量で出るとは考えられていなかった。で、それを今 0.5 グレイという色域線量を出してきた。で、さらにパブリケーション118の中で、これは情報がないのであくまで慎重を期してということではあるんですけれども、これらの影響に関しては分割照射の効果を考えないことにすると。ですから一度にその線量を受けた場合も積算で受けた場合も同じと考えるというふうになっていますので、このあたりが今後重要な議論のポイントになるのではないかと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続いて資料の19、20について杉浦委員からお願いいたします。はい、資料の19は IAEA のベーシックセーフティースタンダード、いわゆる BSS 基本安全基準といっているもので、資料19の3行目のところは2014年と書いてありますけれども、実際には2012年までに、ICRP の先ほど万先生の方からご紹介があった、ICRP の2007年勧告を受けて改定をされているものです。ICRP が防護の考え方原則を考え、 IAEA のこの基本安全基準あるいは、安全基準文書のところで、規制にどう反映するかということが書かれる文書ということで、 ICRP と IAEA の文書の違いはそういうところがありますが、2007年勧告を受けて改定されたもので、コースポンサーの承認が取れるのに2年かかったということで、正式出版されたのが2014年という、そういう状況であります。で、そこの緊急被爆状況のところの記述を抜粋したもので、基本的には先ほどICRP の方でご紹介があったものと同じで、4.15 項でありますと、その限度、普通の限度を超えていいのは救命とか、それから環境等に著しいやった重篤な異常事態の進展を防止とかですね、大規模集団線路の回避ということが書かれています。で、その細かい数字ですけれども、この本文の付則というものがありまして、4.16 項ぐらいのところにその説明がありますが、1枚めくっていただいて90
ページですね、90ページから91ページに表がまたがってしまっていますけれども、先ほどは、500ミリシーベルトということで、はっきりと実効線量なのか何かというその、ことは線量概念についてはICRP は言ってはいませんが、IAEA の方では、HP10 というのがガイダンス値というところで見て取れ、いただけると思いますけど、これは、個人線量等量という測定をする、実用量という概念なんですけれども、日本の法令で言いますと1センチメートル線量等量というものです、ということは測ってすぐ分かる値でこのガイダンス値を与えているということが IAEA の記述文書では、見るべきところなのかなというふうに思っております。それでじゃあ測れるよって外部被曝でしょうということなんですけども、ですね、この表の下のところの A の中が、ですから91ページの表の下の、この値はというところなんですけど、外部被曝だけで、基本的には内部被曝は呼吸保護具等々で緊急時においても防護されているというのが原則で、パッと見て数値が分かる、被曝量が分かる外部被曝線量で管理をしようというところが根底にあります。しかしながら、6名の250ミリシーベルトも超えてしまった福島の例では、甲状腺の線量がかなり高いところに行っていて内部被曝で上がっていて、外部被曝についてはおそらく170とか180ぐらいが最大であったのではないかと思いますので、250という値、500という値、いろいろ書かれていますけれども、そこら辺で外部被曝でやれるのか、やはり内部被曝まできちんと見据えた上で、実際、我が国としては失敗した経験があるということで、そこら辺が一つ、この BSS のところでは見るところがあるのかなと思っています。それから、基本的には書いてあることは ICRP で、先ほど、バン先生が説明されたことと一緒なんですが、言葉として出てきていなかったのは、その緊急時作業にあたっていろいろ条件があってトレーニングされているとか、リスクを認知しているとかあるんですけど、志願ということが一つ書いてあって、ボランティアということで志願ということと英語のボランティアが本当に同じなのか分かりませんけど、私やりますみたいな、そこら辺がどういうふうにこの、規制というかそういうところで考えられるのかというところも非常に難しい問題ではないかというふうに思うところが、そこら辺が 4.17 ぐらいのところに書いてあると思います。それから、これも先ほど ICRP のところでありましたが 4.19 のところですけれども、これにつきましてはその限度を超えたような被曝をしたものであっても、働く権利というのは、欧米諸国非常に強く言われるところでその規律があると思うんですけれども、具体的な数字として、200ミリシーベルトを超えて線量を受けた場合、また作業者が自分から望む場合には、医師の助言を受けてからまた仕事に戻るようにということで、200の意味はよく分かりませんけど、100で5年管理してて次の5年分も、浴びちゃったというようなところが、200の数字の根拠かなと、これは私の想像です。BSS についてはそのぐらいで、資料の20です。それで今回、その線量限度を超えてしまった方の次の期間の管理をどうするかというのがメインで、諸外国どうなってるのか知らないということを聞かれて、私も知らなかったところ、OECD ネアのですね、テッド・ラゾさんにちょうどたまたま会う機会があって、そういう情報ってありますかって聞いたら、彼がですね、じゃあそんなんだったら聞いてやるよって言って、加盟国にですね、聞いてくれて、クエスチョネアを送って、その回答でこれ20ページぐらい多分諸外国の文があって、一覧なんで、一応プライベートコミュニケーションなんですけれども、多分オープンにしていいものですので、こうやって配らさせていただいています。で、3つのことを聞いてくださいまして、諸外国の占領限度、緊急時の限度については、一応調べたものがあるんですけど、その真ん中のことを、その超えちゃった後のことをどうするのっていうのを聞くのに、まず9の1でそこを聞いてくれていて、先ほどはその参考レベルという話がありましたけど、限度として決めてるのか、そういうレベル的なもので決めてるのかということで、かっちりとその限度として決めてるような国は若干少ないようで、それからカテゴリーの1、カテゴリーの2ということで、作業者としてやってるのか、今回の福島のように消防とか警察とか自衛隊とか、ああいう方々が放線作業者かというカテゴリー1、カテゴリー2というような考え方で、その数値も少し違うということが9の1のところです。で9の2ですけれども、ですから超えちゃった人を今後どういうふうに管理していくかというところが94ページぐらいに、書いてあるわけですけど、英語ばっかりで申し訳ないんですけども、
基本的には仕事に就かせるけれども何らかの制限をかけますということで、そのやっぱり線量の大きさによって若干違うというところが大体のところのようです。94ページのクエスチョン2と書いてあるところのすぐ下のところで、アメリカにはきちんとも法令で定めてあるということが書かれています。それからちょっとまた太字になったその下の方なんですけども、ブラジルとか書いてあるインエマージェンシーという書いてあるところですね。下から2つ目のパラグラフのところですけども、100ミリシーベルトのところをちょっと超えたような人たちはその後は10ミリとか20ミリとかでやりますよって言ってる国があると、それから一番下のパラグラフですけど、200ミリを超えたら、ちょっと難しいのかなみたいなことが書いてあるということで、やっぱりそのどこまで超えてますかというところも一つあるのではないかということであります。それからクエスチョンの3は健康診断のことを聞いてくださっているんですけども、これについてはちょっとあんまり具体的なことがあまり書かれていないように思います。ちょっとクリスマス期間中にもかかわらず、こんだけのことをまとめていただいて本当にテッドには感謝をしているんですけれども、私も読みこなせていないところがあって、報告は以上とさせていただきます。大変ご了解ありがとうございました。それではただいまの論点の4と5、資料で言いますと15番から20番までについて何かご質問ございましたらお願いします。赤信お願いします。小池中です。先ほどの万先生のご説明の中でパブリケーションの118で、分割効果とか考慮しないと言っているのは、おそらくそれは全て線量を保守的にもう考えてしまおうというそういう考えなんですか。例えば分割すると少し効果は修復されるから減るかなみたいな感覚は実際はないわけではないと思います。それを考えないでこの数字でも読む場合には全てもう保守的に考えるという考えを反映しているということなんでしょうか。ですね、118でその指揮線量の一覧が公表にまとめられていて、急性被曝の場合と慢性被曝の場合 で多くのものはその両方のデータがあれば当然慢性被曝の方が大きな値になっているんですが、この2つの要は、白内障とですね、それから循環器影響に関してはその分割の場合はその急性影響の急性被曝の場合の指揮値をその期間に応じて割るとだけ書いてありますので、ですからそれはもう分割の効果を全く認めないということになるわけですね。でその背景にあるのは心血管影響について言えばそもそもメカニズムがよくわからない、なぜそんな低い、低いといっても1グレーあるいはそれ以下ですけれども、その程度の線量でそういった影響が起きるのかというメカニズムを説明しきれずにいるということが一つと、それからロシアの核兵器工場の作業者、麻薬の作業者においてもどうもリスクの上昇が見られる。彼らの場合はその瞬間の被曝ではなくて長期間にわたる被曝なので、そういうことを考えるとそういう慎重さを期す必要があるのではないかという多分そういう配慮だと思います。必ずしもはっきりは書いてはいないです。他にいかがでしょうか。先ほど脳と、心臓ですか 0.5 グレーっていう数字を出していました。確定的影響って、その防護の言葉ではなくて医療で考えると確定的影響のほとんどは急性障害に入る数週間以内に入って、いわゆる万発性後発性影響に出て入る確定的影響って考えられるのは、最近議論もありますけども白内障っていうのが代表的なものだと思います。でここで 0.5 グレーというのを、その指揮値の可能性としたら、そこどう見てもこれが急性影響、つまり数週間の間に出てくる影響を考えているとは現実には思えないんですけども、ここはどういう指揮カテゴリーに入れているんですか。これは急性影響ではないです、はい、ただ要はドースリスポンスに関して ICRP がいわゆる確率的影響と、従来の確定的影響に分けたときに確定的影響の方に分類される影響であると。ただ潜伏期間は非常に長くてもう10年とか15年とか経ってからどうも出てくるようだというような感じですね。前からお願いします。先ほどの ICRP の、パブリケーション103もそうですし、それから IAEA の、GRS もそうなんですけど、ちょっと気をつけなきゃいかんのはその緊急時被曝状況と線量限度の中で、初級被曝の参考レベルって表8っていうのがありますが、
これ英語で読むと Life Saving であり、それから Other Urgent Rescue Operation であり、Other Rescue Operation ということで、これほとんどが職業被爆といっても、それこそもし救急隊員が入っていったり、あるいは医療者が入っていったりするときにの作業内容で、緊急作業者の内容ではないんではないかと思うんですけど、でこっち の、まあ、IAEA の方は確かに急性の、確定的影響を防止するための措置とか、破局的条件の進展を防止するための措置ということで、作業者の、例えば原発内の作業者の作業内容はそうだと思いますけど、どうも ICRP のこの表8は、原発の作業者の作業内容とは違うんではないかと思うんですけど、それでこの今ここで500だの250だのっていう議論をするのは、でもちょっとなんか私は医療者としてうっと思うんですが、どんなもんでしょうか。そこをどこでどう線を引くかというのは、実際 その作業を照らし合わせたときになかなか難しいものがあると思いますけれども、本当にこの青天井になっている救命活動というのは、もうただ例えば自分のもう友人であるとか親族であるとか、そういった人を助けるためにとにかくもう自分はどうなってもいいから飛び込むというような状況を多分想定していると思います。でその中間の他の緊急救助活動というのは、とにかく誰かが行かなければもう破局的な破滅的な状況に陥る可能性があるのでというような状況を想定しているんだと思います。ですからそう考えると、その2つに該当する状況というのはかなり限られていて、先生おっしゃるように多くのオペレーションはその一番最後のカテゴリーになるんだろうと思います。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ次に論点6、緊急作業従事者に対する特別教育のあり方について、関する資料について、お願いします。事務局の方でお願いします。はい、それでは、資料といたしましては、資料21、113ページでございます。これは現時点でですね、義務付けられている、教育の内容ということでございまして、これは緊急作業を前提にはしておりませんで、いわゆる通常の放射線業務を行うときにあらかじめ実施することが義務付けられている規定でございます。でほぼ内容同じでございますので、115ページの原子炉の方でご説明をさせていただきます。まず学科科目としましては、核燃料物質、およびそれに汚染されたもの、いわゆる物に対する知識、それから、作業の方法に関する知識、それから設備の構造及び取り扱いに関する知識、それから電離放射線の生態に与える影響と関係法令ということでございまして、時間としてはこちらに右側の欄に書いてあるような時間となってございます。それから実技に関しましては、トータル2時間でですね、管理区域の出入りでありますとか、保守および点検作業のやり方、濃度監視のやり方、汚染の除去などのやり方、それから、設備の取り扱い、それから一応異常な事態が発生した場合における応急の措置というのは書いてございますが、ここにおける異常のというのは、通常から若干逸脱した逸脱事象でございまして、今回もちろん一部のような事態を想定したようなことはもちろん教育もされてございません。そういった状況でございます。それから資料20につきましては、先ほどご説明いたしましたが、緊急作業として実際に必要となっているものにつきましては、要するにこの資料22 その118ページにございますように、放っておくとですね、直ちに状況が悪化するという、時間の経過が許されない作業のことでございまして、例えば注水による冷却、あるいは汚染水のが漏れた時の漏出の防止、あるいは 水素爆発の防止のための機能とかですね、一瞬たりとも、おろそかにすることによって劇的に事態が悪化するというものを前提にしているということでございます。こういう運用で現に100ミリシーベルトの方の運用はしております。それから、東京最後の119ページにございます資料でございますが、これはステップ1、ステップ2というのがある中で、どういう作業をやったかということでございまして、ステップ1とステップ2で行われていたのが、分類的には緊急作業と言われていたと
というものでございまして、こういう広範な作業をさしていたというわけでございますが、ただこの中でここに書いてあることが全てですね、真に緊急性があるかどうかというと必ずしもそうではない、飛散防止剤の散布とかですね、そういったものもございますので、そこは先ほど申し上げましたようにかなりきちんと考えていく必要があるということでございます。資料としては以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは、論点6に関する資料の説明について何かご質問ございましたらお願いいたします。はい、前川委員お願いします。教育内容のですけども、これが決まったのは平成12年ですか。それを見直されてないんです。これは JCO の事故が起きた後に制定されたものでございまして、その後見直しを行われてございません。やっぱりもうちょっと見直した方がいいんでしょうね、おそらくね。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。よろしければ、一応資料、膨大な資料でございましたけど、皆さん の, ご協力のおかげで、資料の22まで、説明、23までですね、説明が終わりました。で、今後、こういった資料をもとにですね、次回以降、特に細かい点も含めて、議論をさせていただくわけでありますけれども、資料の24をもう一度ご覧いただきますと、検討にあたっての論点、1番、健康診断と離職等も、離職も含めた長期的な健康管理の在り方、そこに検討のポイントがあります。それから、緊急作業従事期間中の健康管理の在り方、検診項目も含めての項目の、が論点として上がっています。それから3番、緊急作業中の原子力施設内の医療体制確保の在り方、4に検討のポイントがございます。それから、通常被曝限度を超えたものにかかる中長期的な線量管理のあり方、5番が緊急作業従事期間中の被曝線量管理のあり方、そして6番で緊急作業従事者に対する特別教育のあり方という枠組みで、今日も説明がございましたし、基本的には事務局からはこの項目立てで今後議論をしていきたいという、ことで準備をいただいているわけでありますけれども、この、はい、論点、検討のポイントだけ簡単にご説明をさせていただきます。はい、それでは121ページでございます。まず1つ目の論点、健康診断、離職務定めた長期的な健康管理のあり方ということでございますが、検討のポイントとしては大きく4点あると考えてございます。まず指針に基づく検診の対象者という、そもそも論でございますけれども50ミリシーベルトを超えた方の目の検査、100ミリ超えでがん検診というこの枠組みはそれで問題ないかと。それからもう一つ、現行のがんの検診につきまして、検査項目の追加の必要がないか、あるいは不必要なものはないか、それから現行の非がんですね、がんでない検査項目につきまして、追加の必要があるか、あるいはもうそもそも不必要なものはないか、これは一般検診と電離検診、実施分を含んで考えていただくということになります。それからステースチェックについてどのように運用を行うべきかということでございますけれども、これにつきましては、2つ例示でございますけれども、いわゆる個人的対応ということでございまして、労働者個人に対してストレスチェックを実施しまして、結果を本人に通知して、高ストレス者に面接を行って、必要において就業措置を行う、個人に閉じた対応か、あるいは労働者個人の結果を集団的に分析して、職場環境改善に生かすという集団的な対応なのか、どちらができるのかということがございます。それから2番の緊急作業従事期間中の健康管理の在り方につきましては、2つ論点があると考えてございまして、まず1つは緊急作業期間中の検査項目でございますが、これにつきましては当然のことながら、急性の放射線障害の把握ということになりますが、そこにどのような検査項目が必要なのか、また検査の項目だけではなくて頻度ですね、これをどうするのかと、それから当然人によってですね、被曝の線量が違う、あるいは作業の内容が違うということがありえると思いますが、こういった人々に分けた議論をするのかしないのか。
それからもう一つの論点としましては、緊急作業を長期化した場合に一般的な健康管理に影響がある可能性がございまして、例えば睡眠であるとか食事とかですね、疲労とか、そういった問題についての、把握するための検査と、それからあるいはその検査の頻度はどういうものが必要なのかという論点がございます。それから3番でございますが、通常作業中の原子力施設内の医療体制の在り方ということでございます。でこちらにつきましては、先ほどの防災基本計画などご説明させていただきましたが、基本的には原子力施設内の医療体制の確保は本来事業者の責任であるということでございますので、関係事業者とのどのような費用分担するのかということも必要がございます。こういったこともございますので、救命救急の専門家事業者からの意見を別途聞く必要がございますので、相川先生をですね、中心といたしまして事務職で別途ヒアリングを行いまして、その結果をこの検討会にフィードバックをさせていただきたいというふうに考えてございます。で、検討の項目としてましては大きく5つあると考えておりまして、まず緊急時対応の準備状況はどうなっているのか、それから専門人材、これは医療の専門人材をどうやって育てていくのか、それから原発内外の搬送体制の関係でどうやって、外の医療機関と協議していくのか、それから訓練をどうするのか、それから医師の派遣などを実施するようなネットワークというのをどうやって永続的に確保していくのか、こういった論点について議論をさせていただきたいと考えてございます。で、4番と5番が被爆線量管理でございますが、まず4番は通常被爆限度を超えた方々に関する線量管理でございますが、これにつきましては2つポイントがあると考えてございまして、まず1つは障害線量の考え方といたしまして、障害線量として、MyCRP のパブの60に書いてございます1シーベルトを目安とするという勧告に準拠してよいのかと、それからもう一つはそれが良しとした場合に100ミリシーベルトを超えた方において障害線量をどのようにコントロールしていくのかという問題がございまして、その方法をどうするのかと、あともう一つ問題としましては実行線量による管理なのか、あるいは透過線量の関係をどうするのかという議論がございます。それから5番が緊急作業従事期間中の被爆管理の在り方ということでございます。でこれは杉浦先生からもご説明がございましたが、大きく3点あると考えてございまして、まず1つはですね、ICRP の正当化原則を踏まえた緊急被爆限度ということで、平たく言えばどういった場合に100ミリシーベルトを超えるような被爆は許容されるのかというところでございまして、これは ICRP などの国際文献、あるいは諸外国がどういったことをやっているのかと、あともう一つその判断主体ですね、誰がこの被爆限度を適用するのか、スイッチを押すのかというところも重要な問題だと考えてございます。それから正当化できる状況であったとして、じゃあいかにして被爆限度を最低限するのかということにつきまして、諸外国のやり方でございますが、これは例えば先ほどご説明ありましたようにグループ分けをするとかですね、あるいは作業の緊急性によって分ける、そういったことが諸外国で行われているということでございます。こういったことを踏まえた上で ICRP の線量限度の原則を踏まえて、日本国内どうするかという議論がございまして、前回の対応といたしましては個別具体的な特例省令で引き上げを行ったということでございます。こういったことについてご議論いただきたいと考えてございます。最後6番がですね、特別教育の関係でございます。これにつきましては、そもそも論といたしまして、緊急作業従事者というのはどういう役割があってどういう資質が求められるのかと、それをあらかじめどのように選定するのかという問題がございます。それから教育の実施時期でございますが、訓練のように定期的に実施するのか、もう1回だけやればいいのか、あるいはその特別教育の内容ですね、現在行われている一般の放射線業務従事者教育に付け加えて行うべき点は何なのかというところについてご議論いただきたいというふうに考えてございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。ただいまご説明いただきました今後の検討の論点ポイントについてご意見がございましたらお願いします。明石お願いします。一点お伺いしたいんですが、局所被爆線量については今回はあんまり議論は皮膚のところで少し出たんですけど、していないんですけど、そこは今回はあまり触れないということか、言ってよろしいですか。局所被曝につきましては前川先生とからもご説明ございましたように、緊急作業期間中の、検査項目というかですね、その急性被曝をどうやって探知して、すみません、急性放射線障害をどうやって探知していくのかという観点の中に入ってくるのかなというのが我々の認識でございますが、もし他に入れるべきだということであれば。いや、そうではなくて、例えば今までの100ミリシーベルトという中には皮膚線量と
それから目の線量が別に書かれていたので、そういう意味です。あ、それはですね、先ほど申し上げましたように、透過線量の限度につきましても議論をさせていただきたいと考えてございます。他にいかがでしょうか。じゃあ、まず杉浦委員の。先ほども説明の中で申し上げましたけども、一番最後のページにその他検討すべき事項ということで、志願の話をどういうふうに扱っていくかって、もちろんここでは範囲を超えているということでも構わないんですけども、どっかにテイクノートしておいていただければと思います。緊急作業における線量限度っていう言い方がされていて、で ICRP は先ほども言ったようにそこに限度という考え方は持ち込んでいないんですよね。で規制側として、限度という形で縛りたいというのは、分かるには分かるんですけれども、それでちょっと突然振って申し訳ないんですけれども、杉浦先生がその海外の事情をいろいろお調べになったと思うので、海外でそのこういう緊急作業に対して限度という形で本当に設定をしているのか、それとも参考レベルという柔軟なやり方をしているのか、その辺についてもし情報がおありでしたら教えていただけます。資料20で若干のことが書いてあるんですけども、いくつかの国ではやっぱり限度という形で入れているようで、ただ大半はガイダンスレベルあるいはレファレンスレベルという形のようです。もう少し次回までに情報を整理してお出しできればと思います。いかがでしょうか。道永に何か特にございますか。前にも話が難しくてあるんですけど、緊急作業をやっている方々の健康診断っていうのが、そもそもの話だと思うんですが、一番最初にありました説明の中で、健康診断を受けている方々のデータベースが全部完全にできていないというのが非常にちょっと問題なのかなと思ってますので、できましたらそこはちゃんときっちりやっていただければと思います。あと教育っていう部分が出てきましたけど、あれっていうのは本当にこの緊急な時にこの東電の社員の方々はもちろんちゃんとそういった教育受けてるんでしょうけど、なんかいろいろとその何ていうんですか、子会社という形で実際に本当にこう急遽呼ばれた方もいらっしゃると思うんですが、そういう方々にこういった教育が、簡単ではあっても行われたのかどうかということもちょっと教えていただければと思いました。はい、まずデータベースに関しましては、データベース自体は完成してございまして、随時データを投入してございます。で先ほど 77% とか申し上げましたのは報告は来てるんですけど、まだデータベースに投入する、いわゆるディレイといいますか、遅れが生じているということでございまして、データベースそのものは稼働してございます。でもう一つの教育の関係でございますが、これにつきましてはですね、5月6月頃までは正直なところ1人当たり30分ぐらいの教育しかできなかった実態ございますが、その後ですね、その継続して雇用される方につきましては全員の法定健診を実施しておりまして、夏頃にはですね、ほぼ全員正規の教育を受けなければ入域できないような体制が、夏頃には確立してございます。内容が本当に緊急作業に合っている内容かどうかという課題は非常に大きかったんだと思いますけど、今後そのところもさらに具体的にということだというふうに思います。他にいかがでしょうか。私のでちょっと言ってたけど、先ほどもちょっとお話したんですけど、医療体制の確保というのが、医師を集めるというだけになくて、おそらくそれはどう運営するのかとか、運用するのかとか、それから原発の中だけの問題はとどまればいいんですけど、外部の問題も当然あって、そことの連携どうするのかという、運用そのものがまず大事なことだと思うのと、先ほどお話したように、医療っていうのは、起こった時の対応なんですけど、やっぱり予防するための対応が、そこの事業者のもともとあった安全衛生管理体制で本当に機能するのか、たくさんの人が入った時、おそらくそうじゃない緊急事態は発生するので、そのことまで、できれば医療だけじゃなくて予防体制、その人材の確保っていうところまで広げて検討できればなというふうに思っています。またちょっとご検討ください。よろしいでしょうか。それでは今いろんな先生方から論点についてもご議論いただきましたけれども、議論が基本的には出尽くしたと思います。ただ今日資料が膨大でございましたので、持ち帰っていただいて、また質問とかですね、ご意見ございましたら、次が15日が予定されてますので、その1週間前の8日木曜日
8日木曜日までに、事務局までメール等で提出いただければというふうに思います。よろしくお願いします。で、事務局の方にはですね、今日の、ご意見と追加の意見を踏まえて資料を作っていただいて、次回、具体的な議論に入っていきたいというふうに思っています。それでは、次回の予定について事務局からご説明をお願いいたします。はい、次回の予定でございますが、第2回検討会は来年1月15日木曜日午後3時30分から開催予定でございます。よろしくお願いいたします。では、以上で第1回東電福島第一原発作業員の長期健康管理等に関する検討会を閉会いたします。どうも本日はありがとうございました。